はい、それではね、今回はね、検定後編のところのね、例題2番のね、やつ、解説していきましょう。例題はね、問題文読んでみると、黄色症状灰の突然変態に、小剛毛と端子があると。野生型、正常毛、正常子のオスと、小剛毛、端子のメスを交配すると、生じるエファンはすべて、ね、すべて、野生型になったと。ね、すべてってきたからね、親順系ですね。すべてってきたら親順系ですね。で、まあ、で、F1 はすべて野生型になったってことですかね。野生型の方が優勢ってことですね。はい。で、次に F1 の、オスに、小剛毛端子のメスを交配すると、2種類の表現型のものが 50% ずつ生じた。また、F1 のメスに小剛毛端子のオスを交配すると、先ほどの2種類以外の、2種類以外に別の、表現型のものが2種類、全体の 10% ずつ生じた。木に関してラージアルスモールアル、足に関してラージスモールディの遺伝子を使って答えようってことですね。はい。まあ、とりあえずね、準備の段階として、ね、準備の段階としてね、さっき、F1 がね、野生型か。野生型になりましたよってことですからね。木に関して。まずね、木に関しては、正常と、ね、何でした小剛毛ですか小剛毛ってありましたけど。正常の方がね、なんだ、優勢で。小剛毛の方が劣勢。で、毛と、で、足ですね、あと、足に関して。足に関しては、正常と端子とありましたけど、正常子と端子とありましたけどね。正常と端子。で、こうあったけども、ね、F1 が痩せ型ですよってことですからね、優勢の法則からね、こっちが正常の方がね、優勢で、端子の方が劣勢というわけですね。で、問題文に書いてあったのはね、一番最初、痩せ型のね、オスと、小剛毛のメスを交配しますよって言ってましたから、ね、まあその通りね、小剛毛端子ですかってことですね。で、こいつを交配しますよ、と。で、こいつを交配したらどんなこともできるかなって、さすがにね、もうこれはもう皆さんね、もうささっとできるようになってるはずです。ラージアルスモールアル、ラージスモールディっていう子供が出てきますよ、というわけですね。で、この後、交配したらね、なんか、こいつがね、まあ、オスだったり、メスだったりで、なんか、まあ、ちょっと違いますけど、どちらにしろね、なんか、不自然なね、子供ができたとしますね。独立だったらね、4種類、ね、表現型が4種類ね、劣勢のやつと交配したら、ね、出てくるはずですけど、ね、劣勢のやつと交配してるのに、なんかね、4種類の出方が均等じゃなかったりね、なんか2種類しか出なかったり、みたいなものになってますね。ってことは、これ連鎖が起きてるってことですね、連鎖が。ってことですからね。連鎖の組み合わせ、ここでちょっとチェックしておきましょう。ね。ラージラージってことですかね。ラージラージ。ね。で、こっち側は、スモールスモールですから、スモールスモール。ね。スモールスモール。という連鎖の組み合わせになっているというわけですね。で、まずね、今回、この F1 がね、オスだった場合、F1 がね、オスだった場合、ラージアル、スモールアル、ラージディスモールディですか。こいつがまあ、オスだった場合、こいつと劣勢のメスをかけますよっていうことですね。これをかけた結果、どんなやつが出てきたか、どんな風になるかなって、2種類しか出てきませんよっていう風に書いてありますね。はい。2種類しか出てこなかった。ね。連鎖の組み合わせは、あ、ここで書いておきましたね。連鎖の組み合わせは、ラージとスモールスモールですね。連鎖の組み合わせはこういう風になります。ね。で、どうもね、オスを交配すると2種類しか出てこないってことですかね。2種類。じゃあ2種類ね、これ、この組み合わせからどういう風にしたら2種類の子供しかできないかなって言ったらね、もうこんなん、完全連鎖にして、ね、こういう配偶者、こういう配偶者が出ないみたいなことにするしかないですね。ってことですから、ね、オスの方からラージ R とラージ D が来て、で、こっち側にも、こっち側にはスモール R とスモール D がいて、で、母親の方から、母親の方、見てみましょうか。母親の方、こちらから、もう一回スモールアルと、スモールディ。で、こっちにスモールアルとスモールディ。こんな感じに来て、こういう子供がね、できるっていうことにしかね、まあ、ね、できるってことがね、まあ考えられると思います。ね。ってことは、まあ、オスの方はね、完全連鎖ですよってことですね。オスの方は完全連鎖。これさんとね、2種類になりましたからね、やっぱ完全連鎖なんじゃないかなってことですね。
で、一方メスだ、メスの場合ですね、メスの方、これちょっともう消しますね、これ皆さんも書いてくださいね、はい、消します。次、F1 のね、メスと、F1 のメスですね。F1 のメスは、まあ、F1 ですからね、ラージアルスモールアルラージギースモールに。で、こいつに、全部ね、劣勢ホームのね、オスをかけるわけです。ね、こういう状態。で、こいつ交配したね、先ほどのやつ以外にもね、なんか2種類出てきましたよってことですかね、全部で4種類出てきたわけですね。全部で4種類。ね、まあ、こいつがね、まあ、独立の場合にできるのも、まあ、4種類ね、配偶してできて。で、その表現型がちゃんとこの子供にね、検定公開したら出てくるはずですけど、なんか均等に出てくるんじゃなくて、なんか部分的にね、10% な感じで出てきましたよって書いてありましたね。さっき、別に、さっきね、出てきた表現型はね、オスの時に出てきた表現型は、こいつと、こいつでしたね、この2つ。ね、ラージラージとスモールスモールのやつが表現型としては出てきたはずですね。ってことは、まあ、両端に書くとし、まあ、こいつらね、よく、両端に書くとね、ラージラージのここ、スモールスモールここですね。ってことですから、こんな感じに、こんな感じになってて、ね、もともと、もともとか、オスはね、オスはこの2つが出てきて、オス、F1 のオスと、を検定公開したね、この2つが出てきて、で、メスの場合はね、この2つに、この2つ以外にね、なんか他のやつも出てきましたよ、ってことで、まあ他のやつとしてはもうこんなんと、こんなんしかないですね。で、こいつらが共に 10% ずつ出てきましたよ、って書いてありましたね。10% ずつ。ね、10% ずつ出てきますよ、って書いてましたから。ね、よいしょ。ね、10% ずつ。じゃあ、残りね、今回はね、まあいつも僕はね、なんかこっちが半分だけ考えましょうと言ってますけどね、今回はちょっとそういうわけにいかないですね。10% ずつですよ、ってこういうの書いてますから。ね、10%。ってことですから、じゃあ残りね、10%、10%で合わせて 20% で、残り何パーありますかって 80% ですね。80% をこことここで分けるんでしたらね、44ですね。40っていうふうになりますね。ってことですから、こういうふうな感じになってくると。で、このね、検定公開したら、ね、この答えのね、検定公開した先のね、配偶子がね、どんな割合で出てくるかってことが分かるんでしたね。ってことですから、ここからね、どういうことが分かるか、あ、これ、一番簡単な生成比に直してなかったですね。4対1対1対4ですか。で、ここからね、どういうことが分かるかなーって言ったらね、配偶子ね、こいつが作る配偶子の割合、ね、ラージアルスモール、ラージアルスモール、ラージアルラージ D っていうのと、ラージアルスモール D っていうのと、スモールアルラージ D っていうのと、スモールアルスモール D っていうのが、こいつから配偶子として4114で出てきますよってことが分かるんですね。はい。で、ってことですから、4114で出てきて、で、まぁ、あ、連鎖の組み合わせはね、さっきのこっちと、ここ、連鎖の組み合わせはこんな感じでしたから、メスの方に関してはね、ラージアルラージ D、スモールアルラ、スモールアルスモール D っていうのが、まああって、連鎖の組み合わせ、組み替え化はいくらになるかなーって言ったらね、まあ全体がね、4114ですから、10で、で、そのうちの2ですから、ね、10分の2、ね、10分の2に100かけて、ね、20% ですね。20%。ね、組み替え化は 20% です。というわけですね。はい。で、ここまで分かればいいわけですね。まあ、オスの方もここだったで書いてみましょう。ちょっとオスの方もね。さっきね、オスの方書いてなかった。オスの方はこういう組み合わせになってて、0% ですね。はい。で、こういう感じになっているというわけですね。はい。で、ここまでで準備終わりと。ね、準備終わった。ね、じゃあそしたらね、準備終わったんで、次は、あれですね、問いのね、後輩をやっていくということですね。はい。で、問い1番。問1番聞かれているのは、F1 同士の交配によって生じる、F2 の表現型とその比を答えてくださいということですね。はい、F1 同士ですね。ラージアルスモールアルラージ D スモール D っていうのと、なんだ、ラージアルスモールアルラージ D スモール D。こいつら交配しますよ。ね。いうわけですね。で、こっち側は、連鎖の組み合わせが、ラージラージ、スモールスモールで、組み替え化は 0%。で、こっちか、メスの方はね、ラージラージ、スモールスモールで、組み替え化が 20% ですね。はい。まあ、こういうふうに書いていきましょう。で、こいつね、交配したらどんな感じで出てくるかなーっていうのを考えてくださいってことですね。はい。まあ、
ちょっとね、まあ、とりあえずなんか4本書いてみましたけど、まあ、4つに分かれるかどうかわからないですよ。今、全然今僕、授業プリン、自分の書いた予習のやつ見てないんで。で、こいつを、まあ、いつも通りね、もう5番の目標で、後輩再現しましょう。こっちが、まあ、向けしますね。5番の目標で再現です。よいしょ。オスの方から出てくる配偶詞はラージ D、ラージアルラージ D とラ、スモールアルスモール D ですね。で、メスの方はどんな配偶詞かなって言ったら、ラージラージ、ラージスモール、スモールラージ、スモールスモールっていうのが、20% ですから、20% でこういうね、連鎖の組み合わせですから、20% だと、4114ですから。4114あってね。ということですね。で、あとはね、いつも通り、交配していくだけですね。ここ丸、ここ丸、で、ここ丸、ここも丸、ここも丸で、ここが四角で、ここが三角で、ここ何もなし。で、4114、で、4114ですね。ここですね。ってことですから、どんな割合で出てくるかなって言ったらね、表現型をね、遺伝子記号で書いてみると、ラージラージ対、ラージスモール対、スモールラージ対、スモールスモールが、いくらこれは、ラストが4、1個前が1、その前も1、で、残りですから、4、8、10、14。14で一応足して確認しておきましょう。14、15、16、20、20、横は、4、1、14で10ですね。10で縦が2ですから20なんですね。20、OK ですね。合計がちゃんと揃ってます。合ってますね。ということで、表現型の分離比はこんな感じになるようですね。これね、もうここ消しちゃいますね。で、答えはね、どんなふうに、答えはね、表現型、ちゃんと書いてくださいよ、ってことですから。で、いや正常じゃなくて、野生ですね。野生。野生型。対、こいつは、スモール D ですから、端子ですね、端子。端子。対、次が小号。もう対小号も端子ですか。小号も端子っていうのが14対1対1対4ですね。っていうのは書いてあるというわけですね。はい。まあそんなにほどね、ちゃんと再現すればできるはずですね。はい。で次、問2番行きましょう。問2番。ちょっとこっち側行きますね。こっち側。よいしょ。問2番と、問2。よいしょ。問2番は、正常号、正常号も、まあ、正常号ということですね。正常号端子のメス。正常号端子ですか。正常号端子ですね。正常号端子ですから。ラージアル、ラージアル、スモールアル、スモール。で、あ、これ後ろにね、もうすべてって F1 のところにね、F1 はすべて野生型って書いてありますからね、もう速度にね、準形だと判断してやってますよ。で、で、次は、小号も正常子。小号も正常子。ってことですから、スモーラルスモーラルラージ D ラージ D ですか。で、こいつらを交配しますよと。で、どっちがメスですか。こっちがメス。で、こっちが、オスですか。で、こいつらを交配して F1、F1、F1。ね、ラージアルスモールアル、ラージディスモールディ。で、こいつらを得て、で、こいつら同士を交配して、F2 の表現型どんなになりますかってことですね。はい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 。ね、じゃあこっちか、豆選手でこっちか、押さえてみますか。次のところね、台ね。F1 の台かね。じゃあまたね、連鎖の組み合わせチェックですね。あー、ラージスモールですね。ラージスモール。ってことですか、ラージスモール。ラージスモール。で、こっち。こっち側はスモールラージからスモールラージ、スモールラージですね。はい。じゃあ一応この辺で連鎖の組み合わせ書いていきましょう。ラージスモール、スモールラージ。で、これが、何パーですか？こっち側は、
4114だったんで、4114というか 20% か 20% で、こっち側が、ラージスモール、スモールラージですから、こっち 0% ですね。よいしょ、はい、ね、で、こいつをね、また交配して碁盤の目標を書いて、どないなるかなーってことを見ればいいですね。はい、碁盤の目標を書いていきましょう。ここ消しますね。かっこ、問1の答えですよね。はい、消します。で、5番の目標作成です。オスの方からできてくるのは、ラージスモールとスモールラージですね。で、ラージ R スモール D とスモール R ラージ D。で、メスの方からできてくるのは、ラージ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 スモール、スモールラージ、スモールスモールができてきて。で、どんな風に出てくるかなって言ったらね、ラージスモールとかスモールラージのとこがね、いっぱい出てきて。で、組み替えが 20% ですから。さっきね、4114でしたけど、あの4と1の場所は逆ですね。1441ですね。はい、で、ここ1、ここ4、で、ここ4、で、ここが1、で、ここは、あ、違う。ちょっと待ってくださいね。これ1。ここ、あ、ここは違いますね。ここちゃいます。ここもちゃいます。すいません。ここ四角ですね。四角。で、ここも四角、ここは四角、ここ四角で1だ。4じゃなくて1、1。で、ここは、ここは1で丸ですか？で、ここは4で丸ですか？で、ここは、4で三角ですか？で、最後は、4で、4じゃない、1で三角ですね。あ、いつも通りな、いつも通りですよ、これ。丸はラージラージね、表現形がラージラージ。で、四角はね、ラージスモール。三角はね、スモールラージですよ、表現形がね。はい。で、こいつら、交配した結果はこんな感じになって、どんな風な割合でね、出てくるかなーって言ったらね、ラージラージと、ラージスモールと、スモールラージですか、スモールラージ。スモールスモールはないですね。ということで、3つですね。で、日を取ってみると、1、2、6、10ですね。10、で、4、1、5、で、4、1で5ですか？ってことですから、2対1対1ですね。2、1、1、ここですね。2対1対1というふうになると。で、表現形、どんなふうになりますかって聞かれてますから。もうこの5番の表を消しますよ。この5番の表。はい。どんな風になるかなーって言ったら、野生型。ラージラージは野生型ですかね。野生型。で、ラージスモールは、ラージスモールは端子ですか。端子。で、スモールラージは、小号門ですか。もう。で、が、2対1対1ですか、2、1、1。あ、野生型の正常のやつはね、まあ別に表現形に今回書きませんでした。ね、なんかちょっと特徴のあるところだけ捉えていくみたいな感じのね、表現形の書き方にしておきました。ね、それと1も問い2ですよ。一応問1の時に言うの忘れてたので。はい。まあこんな感じで、ね、ちゃんとね、再現して、ね、まあ見てやれば、ね、わかる。ね、検定後輩もね、やっぱり、ね、出てくる子供、ね、出てくる子供がね、その検定交配する相手のね、配偶子の分離比、ね、遺伝子型のね、その分離比をね、示してくれますよってことがね、よくよく分かったと思います。はい。それではね、次、皆さんね、この例題2の解説を聞いたら、練習問題16ね、エグザンプル16ね、やってみてください。はい。それではね、次の動画に行きましょう。